あの、ひとりさま天国のね、ちょっと前、略し方はどうなるか問題みたいな話しましたけど、そのとり天が、まあ、メンバーから好評じゃないっていう、なんかね、なんか全部おひとりさま天国で呼んでくださいみたいな、せいべいさんと松本さんのラジオで言ってたんですけど、まあでもそれなかなか厳しいなっていう、しかもそのおひとりさま天国っていうタイトル自体があんまりその好評じゃないというか、評判が良くないから、略したくなっちゃう気持ちはまあ分かるんですけど。ただやっぱまだそのスタッフ内でも新曲っていう呼び方しかまだされてないらしくて、なんかほら前回の人は夢より伸びる子、結局なんかスタッフさんに二度見って呼んでるらしいんですよ、メンバー内とかでも。いやだからお一人様天国が公式でどうだ、公式では出ないんだけど、なんか実際どう浸透していくかがまだ分かってないというか、まあでもとり天、まあどうなんだろうね、まだちょっと難しいなっていう。まあ、今後そこは見ていくとして、まあそんなもんじゃないことじゃないですよ、今日は。まあ本当つい昨日、ビデオがね、公開になって、ミキさん見てもらったと思うんですけど、どうですか、全体的にどういう感じで思いました？なんか最初はビーチかなと思って EDM 調あ、で。曲がね、それはよく言ってるよ、みんな。本当に。ビデオ？でもビデオは結構なんかさ、なんかお金かけた感すごいよね。ああ、確かに結構派手だよね。なんかさ、その、なんだっけ、初披露がライブ会場で、それを見た人は、なんか韓国っぽいかもみたいなこと言ったんですけど、まあ、曲は実際そうでもないよね、韓国だけど、今回ビデオのその色味とか、ネオンの感じは韓国っぽいなってちょっと思ったんですけど、まあ、今回のビデオに関しては、まあ、曲の時はさ、みんななんか、いいとか悪いとかよく言うけど、ビデオについてはね、あんまりその、いいとか悪いとかってあんまり言われないんですけど、今回に関してはすごいみんな絶賛してるというか、曲もすごい絶賛してる人多いんですよ。だから、ただひたすら歌詞かなっていうところがあるんですよね。確かにこれは運営も力入れたくなる気持ちはすごいわかるなっていう、この曲とこのビデオじゃっていう。しかも嬉しいのが、そのメンバー個人にフォーカスしてる感じ。やっぱ前回の二度見もそうだし、その一個前、ここにはないものか。とかもやっぱストーリー重視とか、なんか作品性重視だったと思うんですよ。けど、まあ、今回は伊藤修斗監督です。まあ、前から乃木坂のことを知ってて、手掛けてくれる監督だったんで、まあ、メンバーの個性を打ち出せようとしてくれたというか、多分それぞれ多分ボックスの中がメンバーそれぞれの趣味とかになってて、神奈川さんだったら、ファイターズのユニフォームだったり、久保さんは楽天イーグルスのユニフォームだったり、まあ、柿さんが絵とかね、まあ、遠藤さんギターなんですけど、遠藤さんギター今弾いてんのかなっていう感じであるんですけど、あとは与田さんだったらガンダムですよ。ガンダムっていうかプラモデルか。それとあと、無駄さんがそのプラモデルが題材のドラマをやってるからっていうのもあるんですよ。とか、あと、まあ、ゆみきさんも料理はしてる、料理うまいっていうのはファン内でも浸透してるんですけど、それだけじゃなくて壁のとこに、この前出たプレバとか、浜田さんの MC の。で、手形アートで1位取った時の作品が飾られてるとか、あと柴田さんだったらね、あと壁側の日中でちょっと話題になったアルフィーのモノマネの写真とか、あと伊藤リリアさん、なんかポケモンですよ。これポケモンのカードが趣味だっつって、ポケモン好きだって、乃木坂の配信中で見てますけど、で、許可取りとかどうだったのかなっていう。ポケモンなんか結構なんかいろいろ番犬とかさ、大変そうじゃない？けどそれ許可取って出してくれたっていう。だからね、やっぱ乃木坂ってなんかちょっとやっぱそっちのアートの方にこだわりがあったのかなとか思ってるんですけど、でも最近のやってることってあんまりさ、その曲とかはアートによってるかもしれないけど、やっぱ運営形態に関してはやっぱりクリエイティブじゃなくなってきてるから、どんどん。そのギャップはあったと思うんですね。やっぱりこう、握手が売れればそれでいいみたいな感じでちょっとなってきてるところはあったと思うんで、だからなんかそういう意味でも個人を立たせてるっていうのはすごい合ってるなっていうか、いいなって思いました、今回。結構やっぱ夏曲だからいろいろバカになってやろうみたいな発想みたいなのはいいなっていうふうに思いましたね、今回。いい歌詞。一人一人のメリットを挙げてらっしゃる。まあね、だから、そうなんだよね。だから秋元さん自身も、本当に、やっぱ今、秋元さんが抱えてるグループの中で、やっぱ一番聞かれるのって乃木坂じゃないですか、多分。単純に考察される幅とかっていうんじゃなくて、単純に数で言ったら乃木坂がなわけですよ。だから、その乃木坂であえてこういうことをやりたかったんだろうなっていう、秋元さんが。やっぱこのコロナ禍明けてきて、どんどん人と人とのつながりがある中で、その流れに乗れない人たちのことを 歌ってるというか、今だったら今一人だったとしても過去の彼がどうとかっていう話が、歌詞が多かったんですけど、今回そういうことじゃなくて、
どっちかというとやっぱり自分のこう趣味とか、まあ、今回ビデオもそうですけど、はいはいはい、にフォーカスしてるというか、だから結局は、まあ、これの歌詞についてね、まあ、僕もと思うし、結局まあ何ツイッターでも何こう評判評論書いてる人も、はいはい、結局は一人なわけじゃないですか。楽だね、その行動自体は結局自分が一方的に発信、うん、まあ中でつながりはあるかもしれないけど、はいはい、だからそれもやっぱり立派な趣味なんですよ。だから、まあ、そういうことも含めて秋元さんは言いたかったのかというか、結構割と書いてること自体は秋元さんだからシンプルなのかもしれないけど、うん、シンプルだからそう逆にめっちゃポジティブな考え方をするとね、うん、めっちゃポジティブ、秋元さんがそこまで考えてるとかわかんないけど、でもなーっていう、難しいよなっていう、これだからどうなんだろうね、やっぱファン的にはし、まあ、僕もなんかちょっと思っちゃってるのが、なんかやっぱ秋元さんはやっぱいろんな歌詞書いてるから、うん、もうしょうがないんじゃないかとかって思っちゃってること自体がおかしいというか、はいはい、やっぱさ常に10曲以上書かれてるって秋元さん言ってますけど、うん、でもさやっぱ秋元さん本気出せばめっちゃいい歌詞書くってさファンも知ってるわけですよ、うん、だからこそもう絞ってくんねえかなって思っちゃうんですね。あ、だから乃木坂に年に1曲、桜坂に年に1曲、年に1曲、それぞれのグループに年に1曲ずつこう出してもらってとかっていう、そんだけやっぱりさ秋元さんがどれだけインプットしてるか分かんないけど、その曲を出すことによってその秋元さんの中のインプットの分蓄積がどんどん分散されていくわけじゃないですか、うん、なんかまとめてギュッとしたのがどのグループにも出てこないというか、その秋元さんのひらめき待ちみたいなところになっちゃってるわけですよ、歌詞は。だからもうそろそろ外注でもいいんじゃないかと思っちゃうんだけどねってなったらさ、もう誰も文句言えないというかさ、なんかむしろ気合入るというか、うん、なんかやっぱ秋元さんの曲いっぱい曲書いてるからしょうがないよなとかちょっと思っちゃってること自体が間違ってるというか、うん、やっぱりその歌詞書く人もちゃんと運営が選んでとか、うん、やっぱ運営のやりたいことのコンセプトに合わせた作詞家の人を呼ぶとか、はい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 、とかってなってくるともうなんか言い訳できない状況なんですよ、うん、だからまあ逆に言うと乃木坂とかがそういうグループじゃないんだろうな、もうやっぱその作品性とかっていうのはにおいて歌詞はそれほど重要じゃないんじゃない、重要じゃないんだなって思っちゃう、ちょっと。なるほど。言ってしまうから。うん。何でもいいんだなって。メンバーさえで元気で出てくれる。そうね。まあメンバーの元気な姿見るのが一番僕もいいんですけど、けど、だからなんか、もう期待するのはやめようとかっていう感じになってるファンもやっぱ多いから。とかって思ってると急に紙曲書いてきたりするからね。うわ、そのギャップなんだよ。でもそのギャップ待ちとかってでもさ、おかしいっていうかさ、なんかやっぱ秋元さんは忙しいから仕方ないよなとかって納得しちゃってることがまあどうなんだろうっていう、うん、っていうのはまあ僕はさ、まあそれを坂道グループいっぱい見てるから別にいいわけですけど、うん、やっぱ中には乃木坂しか応援してない人もいて、はいはいはい、乃木坂の曲を楽しみにしてる人がいるわけですよね、うん、そうそう、だから今回やっぱ微動が引きがあるから、やっぱさっきのポケモンとかでも、うん、やっぱ乃木坂は見る人が多いだろうから、はいはい、それ見てあポケモン的なメンバーいるんだとか、うんうん、だから案外そういうとこじゃん、あのアイドルを押すきっかけとかって、うんうんうん、そういう意味ではすごい微動すごい良かったなって思いますね、うん、伊藤修斗監督が、うん、メンバー個人にやっぱ昔からねすごい見てくれてる人だったので、うん、最初は2期生だったと思うんですけど、だからそういう意味でもすごい今回の微動は絶賛される理由がすごいあるなっていう、うん、だビデオがすごい絶賛されてよかったよっていう感じですね、うんうんうん、皆さんも見てみてください。はい、どう思ったでしょうか。はい、ありがとうございます。